ドラフト結果表カファンもラカでその一周、す胸山取れませんでしたね。まあでも、俺は、あやっぱり小園矢野がいるので、別に、まあ最悪しょうがないかなという感想です。で、僕、アマチュアの選手全然詳しくないので、えー、この、 今年のドラフトは100点だとか何点だとか正直わかんないですでもファンができましたね僕はあのファンになりました渡辺優斗選手のねドラフト4位の渡辺優斗選手のあのドラフト指名された時のこのわーみたいなあの動画を見て。 見見てててなないいいい人見てくださいなんかすごいねカープファンとして嬉し嬉まあそのカープに指名されたからドワー嬉しいとかではないかもしれないですけどなんかやっぱ指名されてよっしゃーみたいな感じを出してる選手は好感が持ってますねやっぱりファンって単純なのでまああとその顔もねリリーシーですしでやっぱ一発が狙える選手らしいのでねなんかこの「藤台」であってますかね読み方。 の選手めっちゃ多かったですねなんか12球団総じてそんな熱い大学なんだすいません僕疎くてアマチュア野球すごいまあ1位から下がっていきます名前をえー、佐々木対内野手右投げ右打ち青学えー、ドラフトに佐藤龍之介投手左投げ左打ち藤大士大でました えー、ドラフト3位、岡本俊投手、右投げ左打ち、この高南大かな違ったらすいません。えー、ドラフト4位、渡辺優斗、いいですよ、この人、内野手、右投げ右打ち、藤大ということで。えー、ドラフト5位、菊池春、投手、右投げ右打ち、千葉学芸高校かなそんな、で、育成が3人。ドラフト1位、えー、小舟翼、投手、右投げ右打ち。 え読めない高校の名前読めませんでしたすいません <laughs> ドラフト2竹下海斗投手左投げ左打ちはこの高校あの西川と同じ高校西川龍馬と同じ高校ど忘れしました <laughs> ドラフト3位安竹俊樹キャッチャー右投げ右打ち静岡大ということでまあ僕詳しくないのでドラフトとかまあだったら動画撮るなよとかね思う人がいたらすいませんということでまあ まあ、まあまあまあどうなんでしょうねちょっとだから気になるからコメントでカープのドラフト何点っていうのをぜひ教えてほしいですね僕的にはまあ結果その1位の佐々木とかねそういう右打ちのねこう一発が狙える選手が取れてよかったかなっていう感じまああの <laughs> 生配信とかね コメン動画のコメントであった選手、ムギータとかね、ムギータとか俺覚えましたよ、ムギータとか、あとカープファン公言した渡辺くんとかね、撮れなくてまあショックでしたね、そこら辺は。ムギータは特にね、なんか印象に残したで、生配信動画のコメントで、ムギータ、ドライチで撮れてたね、ムギータ。とか、あと巨人がドライチで撮った石塚だっけな、なんかとかもコメントでいい選手ですよ、みたいなあったな。まああと、 <laughs> ネットでね、誰、えー、名前忘れた、あの今年めちゃくちゃ話題になってたピッチャー、金丸みたいなピッチャーが中日行って、で、まあ、宗山くんが楽天に行って、なんか、プロ野球界の損失だみたいなね、なんか叩かれてましたけど、別に、どのチーム行こうがいいですよ、別に、うん、自分の、ね、チームに。 来なかったね悔しさとかねそういうのは分かるけど別にどの球団行こうかプロ野球界に損失などないですしで何だったらそのソフトバンクとかね強いチームに行った方がね戦力がこう差がねまたどんどん広がってとかあるんで、まあ、言い方悪いですけどその弱いチームにいい選手が行くっていうのはまあプロ野球界にとってはバランスが取れていいですよね正直まあ選手からしたら正直ね なんだよこのチームかよっていうのはまあ言わないだけで内心皆さんいろいろ思ってるとは思うのでまあそこはねあれとしてまあだから俺はあのー、昔の菅野みたいなねあの日本ハムに指名されてもうその巨人にね行くって公言してたのに日本ハムに指名されてふてふされた顔をするとか俺あれね逆に好きなんだよねもうなんか感情豊かにしてほしいうん。 でそのドラフトを指名断るとかは全然いいけどなうん選手もねもう人間なのでもっと人間味を出していただいて全然いいよなだからそういう「よっしゃー」も見てて気持ちいいしなんかこうね角が立たないようにみたいな指名されてもうんみたいな子はとかじゃなくて、ね、もっとねもう喜怒哀楽を俺は前面に出してほしいなって思いますね選手に。 まあ,あとね毎年ねドラフトの季節になるとねなんかそのどうなんだっていうね、えー、かわいそうだ学生たちがみたいなねその好きなチームに行けなくてみたいなどうなんだみたいなあるけどまあしょうがないのそれはねプロ野球というかまあそのねスポーツってね戦力の差をねどれだけこう並べるかっていうのはやっぱあるのでね逆にその逆指名の時とかなんてもうさ もう無双してたじゃないですか、その巨人とかが。だから、今のドラフトの精度が一番いいよな。嫌、うん、なら菅野みたいに断ればいいわけだし。<laughs> まあ,あれはだからいいと思うね。それで、いや、でもまあ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 、あれか。日本ハムが割り食ったからな、それで。1位に指名した菅野が拒否して。まあ、まあまあ、どうなんだろうね。 まあでも俺はそういう選手が出てきてもいいと思うかも、このえー、この球団しか行きませんとかね。うん、まあ逆に12球団ウェルカムですでも全然いいですし。いやー、い出てこねえかな。カープしか行きませんみたいな選手。いずれ。まあまあまあ、笹岡とかあれなのか、カープに入る。まあ逆指名か、あの時代は。まあ、そうドラフトのね、 もう1コンテンツの感想とかもね俺はやっぱドラフト好きだな矛盾してますけどねアマチュア野球興味ないのにドラフト好きなんですけどやっぱあの「えー、広島東洋誰々」だれだれとかねあの空気感も好きですしなんか泣きそうになるんだよなドラフトのハイライト見ましたけどなんか泣きそうになったドラフトっていいなうんだからドラフトより楽しむべくアマチュア野球勉強した方がいいなって思いましたね って毎年思ってんんだだけど結局勉強しないんだよないよそのプロ野球より下手な野球興味ないっていうこのね良くないえー、気持ちがあるのでねまあでもドラフト本当に好きだな俺、うん、本んに泣,泣きそうになる、うん、どこのチームの指名でもなんかであの選手の顔とかね見てあとそのくじ引けた時の この監督とかその球団関係者の嬉しい顔とかでやっぱ YouTube がやっぱり今すごいですからその球団の YouTube によってはそのスカウトたちの裏側とかねそういうのを載せててそれも見てあなんかいいなって思いましたねカープほんと YouTube 力入れてほしいわうんそういうのあげてほしいまああとなんかコメント欄閉鎖とかしないでほしいねそかカープやっぱなんか YouTube 微妙なんだよな。うん、なんかそのファンが見たいものじゃないものばっか上げてる感じしますね。うん、まあまあまあなんかすいません関係ない話しちゃいましたけどぜひね、えー、今年のカープのドラフト何点とかねこの選手いいですよモナカさんとかねあればぜひ。 えー、お待ちしてますということで、えー、チャンネル登録高評価コメントお願いしますということで以上、えー「モナカの最中部」でした。